ようこそおいでいただきまして、どうもありがとうですね、4人の会ということで、3月の30日からずっと京都をはじめといたしまして、いろいろと回りました。九州の方もこの間行ってきました。それから北海道の札幌の方も行ってきましたが、もう一様にですな、こうなんと言いますか、会場はもういっぱいでありまして、超満員というか、その割には座席が空いとったんですが、えらいことでありまして、みんな丸ノリでやっておりましたが、そんなこといいな、君今日は今日でよろしい、もう前のこといいなって、みんなそれ気にして出てんねんからね。そんな感じでやっておりましたが、今日もまた何と言いますか、最後ということでありまして、今日が最後でありまして、みんなどこまで悪乗りするかというのが見ものでありまして、今日は大体からこのコンサートというのは悪乗り大会ないかと思いますが、この前 の、うん、その渋谷の時においでになってない方もたくさんおいでやと思いますので、まずは夏メロパレードから参りたいと思います。でも僕は思い出すのさ、あの頃のこと、あの日の人、僕と同じ学生だった。国のためと死んでいった。君は若くたくましく短い命だったが、幻の翼とともに炎の中に消えてしまった。は若くたくましく短い命だったが、幻の翼とともに炎の中に消えてしまった。君はあの夜、君はあの夜、私に言った、恋人と別れてきたと。僕は今でも覚えているさ、あの時君の眼差し、君が死んだ次の夜に悲しい涙で、あの子は死んだ、もう嫌だこんな世界は、もう二度と見たくない。君が死んだ次の夜に悲しい涙で、あの子は死んだ、もう嫌だこんな世界は、もう二度と見たくない。Thank you.
彼がこの歌を歌ってくれるのはほんまにもうすごく懐かしい気がするんですが、昔僕たちこのよく旅回りでこう旅行しました時にね、演奏旅行、もうほんまにその名前なんかね、5つの赤い風船言われたって、岡林信康言われたって、あんまりもうこのしょぼしょぼの頃にね、タイム回りしまして、みんなそれぞれのレパートリーをこうやったりなんかしたもんですが、そんな時のこの舞台での光景とか、それから楽屋でのこの笑い転げてた打ち合わせの風景が思い出されてしょうがないんですが、今でこそこういうことはなくなりましたけども、もっとこういうなんか交流があってもいいんじゃないかと思いますが、さて今度はいろいろとこのお方は僕らには想像できんぐらいのそのやりたい放題のことをおやりになりまして、もうやることがなくなりまして、髪の毛まで染めはったというお方でありました。そんなわけで、まあ一見しますとこの人はまあ今日なんかすごく地味な格好をしているのでありますが、本人に言わせますと、なんとなく僕らなんざそばに寄りつきにくい感じもしますけども、ところがそうじゃないです。これはもう外見と中身の違いでありまして、中身といえばもう昔からもやちゃちやちゃち人でありましてね、ただ憎らしいのは僕より背が高いと、これだけが問題でありますが、いざもんでいきますか。地味です今日は。地味です、今日は地味です。靴以外は、靴が光ったね。靴は羽ですけど、あれは近所のガラス工場の粉を振りまいたんですが、家を作るなら草の燃える匂いのするカーペットを引きたいと思うのであります。家を作るなら家を作るなら天体観測をすると透明な屋根だって欲しいのであります。家を作るなら家を作るなら太陽をパクってきてオーブンとランプにしてストーブにしてしまおう。家を作るなら家を作るなら長い髪と黒い瞳キラキラ帽子の無口な優しいあの人をお嫁さんにしたいものであります。家を作るなら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 草の燃える匂いのするカーペットを敷きたいと思うのであります。
に告げようか。白い雲は流れ流れて、今日も夢はもつれ、わびしく揺れる。悲しくて悲しくて、とてもやりきれない、この限りない虚しさの救いはないだろうか。とてもやみきれない、この超えたぎる苦しさは明日も続くのか。彼らはいつも僕を仲間外れにするわけで、僕の人気が怖いんです。今日は、客席を見渡しまするに、ネクタイを締めた人とか、かなりウバ桜の人とか、なんとの、ちょうど僕らがなんとのやり始めたのは5年前ですけど、その頃にこう放たれてきてはったような人が、僕らと同じように老けていって、なんとろ懐かしいなってきはったやないかっちゅう気がして、ものすごいナルシズムに陥ってるわけですけど、どこの会場行きましてももう今日日中学生ばっかりね。でも舞台上がってきてひげ引っ張ったり髪の毛やられたり、もうなんか5年間何やってんやったんや、わけわからへんような気がしてるんですけど、今日はなんとなく、前列だけかもわかりませんが、かなりお年を召した方々が来ておられるということで、張り切ってやらせていただきたいと思います。今日の仕事はつらかった、あとは承知を会うだけ、どうせさんやのどやつまい、他にやることありゃしねえ、一人酒場で飲む酒に帰らぬ昔が懐かしい、泣いてみたって何になる、今じゃ三夜ふるさとよ、麹終わればそれきり、お祓い箱の俺たちさ、
いさ、いさ、さんやの立ちんぼ、世間恨んで何になる、人はさんやを悪く言う、だけど俺たちいなくなりゃビルも道路もできゃしねえ、誰もわかっちゃくれねえか、この頃は僕はほとんど歌わないんですけど、たまにこう騙されてこういうところに出てきますと、楽屋に行ってもこうなんとの肩身が狭いというか、知ってる人が一人もいないわけです。なんとの、僕の方を白い目で見ながら、あいつまだ歌とんのかと、こういうふうな、非常に辛い目をしているわけですけど、そういう意味ではこの4人はまあ、歌とか生き方に関しては全然違いますし、お互いに自分の歌が最高でみんなダメだと思ってる点にかけては世界一なんですけど、しかしなんとの同窓会、同窓生というような気安さがありまして、できたら、これからも、まあ、何年かに1回ずつでも4人で寄って、お互いの傷口を舐め合って生きていきたいという気がしてるわけですけど、どうも。まあ、4人が、寄った時にまあまあ、この歌だけはそのなんとの、まあ、しかしまだバレてへんで、いや 80% は大丈夫や、リクエストに答えてやったらやれ、そうやそうや、それぐらいは熱い心で、お前歌詞知ってるやろ、今日は2番歌ってみるか、今日は3番か、東京で2回やるから、1回目来た人は多分来ないだろうという予想のもとにやってるわけですけど、かなりこうしらけた笑い方をしておられる方が多いということで、しかし、まあ、それにもめげず一つ、僕たちの愛唱歌を、一つやってみたいと思います。あたしばかりをいじめるのでは西岡先生の、珍しくもバンジョーのリードギターから始まります。はい、お客様は神様です。あたしが捧げたその人に笑った、あただけよとあって泣いた、うんぶんなあたしがいけないの、二度としないわ恋なんか、俺が女の道ならんば、ピンカラ、本
当はここで終わる予定なんですけど、始まる前にこの、あまりいつもですと僕は喋りすぎまして、1時間のコンサートをやりますと喋り続けて3曲で帰ったりなんかしますんで、それのないように今でもこれ喋りながら多いと思っているのでありますが、なるべく少なくいきたい。今日はさっき岡林が言ってましたが、わりかし僕も見てて、20歳を超した方がたくさんいらっしゃるという感じで、ちょうど20歳ぐらいの青年が作ったのでありますが、名古屋の方の瀬戸市、あっちの方ですが、瀬戸市、瀬戸焼の方ですね、瀬戸市の水野千有さんという男性ですが、20歳のサラリーマンの方が僕に、素敵な詩を送ってくださいました。最近僕はこれを気に入っておりまして、こればっかり歌ってるんですが、クソったれじじい、クソったれじじいがやっとどこかへ行った、あけれどもなんだか心の火が消えたみたい、あ遠い遠い日、あポチと一緒に裏山でとちんころや、あ栗の実拾ってる、今頃じじいはあきっと天国で栗の実焼いているだろう、あくそったれババアがやっとどこかへ行った、あけれどもなんだか心の火が消えたみたい、あ遠い遠い日、猫と一緒に縁側で桃太郎の話を聞いてる、今頃のババアはきっと天国で、あ昔昔あるところに、どうもありがとう。今日はちょっと気分を変えまして、君は髪に手を入れて激しい声を出してみたいと、思っているのも甘いけるが、街の中を歩き回るのも同じことさ、その手を出してごらんなさい、指の指の間に古びた髪が間引かれている、光にかざしてみると とても綺麗だよ、君はきっと綺麗な光が憎らしくなって、
来るはずさ。マイケルもきっとそうだったんだ、やつもきっとそうだったんだよ、やつもきっとそうだったんだ。君を間引いたんだよ、自分が神のような顔をして雲の上に住んだこともないのに、君を小さな日本の指の間に挟んで死んだ神みたいに、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 死んだ神みたいに。血まみれの小さな鳩が私の窓辺に、私にこう聞くんだ、この世界の空に私の休めるところはないのでしょうか。どこの空を飛んでも、どこの国へ行っても、傷ついたあの叫び声が私の心を癒してくれない、血まみれの小さな鳩が私の窓辺で、日の暮れに死んだ、彼が飛んだお空に平和を見つけることもなく、長い長い長い旅を続けた、平和を見つけた時にも偽りの平和を見て、あ、雲に隠れ泣いたら、それでも翼を広げて飛んだのだ、
小さな鳩が私の窓辺で死んでしまった。今彼を葬ることより今の僕らの世界を見つめることの方が偽りの平和の中で諦め暮らすよりも誠の平和、誠の平和、誠の平和を作ろう。それが小さな鳩の頭にも それがあの小さな鳩の鳩のためにも本当にこうね、割と最近のコンサート、さっきも岡林君言ってましたけれども、あんまりこうリラックスしてできないというかね、油断も隙もないという感じで、中学生かと思うとはたまたもう非常に過激派の集団がこう集まってたとか、なんか今日はこう非常に最初からやってて気持ちがええんですけれども、なんか乗るというかこう非常にやってて楽しいんですけどね、まあ所詮がとこ僕は歌のことやないかとこう思うわけですけれども、別に集会でもなければ何でもないというような感じがして、たかだか歌の話やという、なんかこう楽しんでこう歌いたいし楽しんで聴きたいというような、こういろんなこうことをやっていきまして、なんか何やってもあんまり面白なかった。結局さっきも言ってましたけど、5年間何やってきたんやろうというような感じに近いような感じというのはやっぱり僕にもあるわけでして、この際僕は大きくイメージチェンジをしまして、まあ僕自身がですね、その最近巷で言われているようにそのなりきろうやないかという感じで、最近世の中で僕のことをこのフォーク界のジュリエットと呼ぶ声が大きいんですけれども、こういう感じでいきたいと思います。それで去年の11月に、まあ新たに結成したグループがあるんですけれども、結成していつも大ヒットを飛ばすと言われている割にはこの頃ちょっとそうでもないという雰囲気で、やや惨めな中に、さらに恥の上塗りをやりながらですね、結成したグループエンドレスというのがあるんですけど、それを今日連れてきてるんで一緒にやりたいと思います。風に震えるオリーブの花、白い壁の教会で揺れて傾く十字架のもと、一人の男が倒れてた。
何のために何を夢見て歯を食いしばり働いて死ぬのか夢で傾く十字架のもと一人の男が倒れてた割れて砕けたステンドグラス漏れる光が目にしみる戦火に焼けたマリアの像に母の姿を思い出す何のために何を信じて歯を食いしばり戦って死ぬのか世界焼けたマリアの像母の姿を思い出す何のために何を求めて傷つき疲れ年老いて死ぬのか微笑み浮かべ男はやがて生き返った アメリカの古い、民謡の中にですね、おじいさんの古時計というのがあるんですけどこれを歌います。おじいさんの時計百年いつも動いていたご自慢の時計おじいさんの歌からさあたくチクタクチクタクチクタクタクチクタクチクタクあチクタク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 今はもう動かないけど大切な時おじいさんの生まれた朝に買ってきた時計さ今はもう動かないけど大切な時大きな針が小さな針が今はもう動かないけど大切な時
知ってるプルドケイ、おじいさんのタケイ。綺麗な花嫁やってきた、その日も動いてた。ジューシーフォーグランドカーデン。嬉しいことも悲しいことも、みんな知ってる光景さ。今はもう動かないけど、大切な時計。今はもう動かない。それで一番4人になって吹き込んだ LP がこの多分5月頃に発売されるんではないかと思うんですけれども、その LP の中にも入ってるんですけど、この4人になってから出した新しい聞いて、あ、娘をよろしくっていうテーマテレビの番組がありまして、それのために作った主題歌をレコードにしたんですけれども、それでは行きたいと思います。嫁ぐ日。いつも怒っていた。あなたも今にすぐわかるわよ。今日の私のように愛の中で育ってきたのに、知らずに生でも今日の私のように幸せきっとつかんでください。その時私の つけたよ。 Wow! 直るスターで風を切る。
えた宇宙にはいつか何かあるというの。でもそんなこと忘れよう。バスの街で出そうで悩みなんか忘れよう。では、今度、ミガッチを歌わせてみたいと思います。今日はしつこいようですが、前列の方のネクタイの先生方の姿が非常に嬉しくて、結局5年経ってなんとの残ってたんはまだあんなアホな歌を歌うのはわしらだけやという悲哀を感じてたんですけど、今日は、きっと、その5年前にも見に来てくれはった人らが多分来てるんやないかという、予想のもとに非常に嬉しくなって、楽屋で一生ほど飲んでたんですけど、なんとなくもうしっちゃかめっちゃかで
頑張ってみたいと思いますけど。いやらしさは蜘蛛の巣のようで、おせっかいのベタベタ息が詰まりそうだから、おいらは街に出たんだ、義理と人情のあり地獄、おいら打ち抜けた。ところが街の味気なさ、砂漠のようで、コンクリートのかけらを食っているみたい。死にたくないから街を出るんだ、ニヒリズムの無人島、こいつも打ち抜けた。考えてみりゃおいらも生き物の一つ、お天道様がなかったら空気も吸えなんだ。花や鳥の中に俺を見たんだ、命あるものの流れに沿って今夜街を出よう、命あるものの流れに沿って今夜街を出よう。山は赤く赤く色づいて、すすきが風に
風に揺れている朝はとても冷たい。もうすぐ冬が来るね。朝はとても冷たい。もうすぐ冬が来るね。病院のベッドに、おばあちゃんを、枯れたような体をゆっくり起こして、嬉しそうに笑った。僕を見て笑った。僕は何も言えずにうつむいて黙った。姉には二人目の二人目の子供、上のさつきちゃんはもうお姉ちゃんになるの。三年前にはいなかったのに、そして僕はこの夏26。この頃不思議な気分になることがある。とても愉快なような、そのくせ寂しいような。ねえどうして僕はここにいるの。ねえどうして僕は君とここにいるの。山は赤く赤く色づいて、ススキが風に揺れている。朝はとても冷たい。もうすぐ冬が来るね。朝はとても冷たい。もうすぐ冬が来るね。